映画情報番組シネバカちゃん。Hello darkness my old friend, I've come to talk with you againBecause a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked aloneStreets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silenceAnd in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one dareThe sound of silence Fools say I, you do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fellはい、おいおい、はい、こんにちは。こんにちは。シネバカちゃんです。はい、ね、びっくりしましたね、今。ペイントですね。ペイントをかけられましたね。やられました。はい。梅雨時期の時期だというのに、昨日、ね、今日ね、ずいぶん暑い日が続いてますので、そうですね、皆さん熱中症にはくれぐれもお気をつけください。はい、私はロバート・デ・ニーロ大好き、デ・ニーロ玉子と玉ちゃんです。よろしくお願いいたします。あら、わーって。はい、時計仕掛けのオレンジ大好きアレックスよっちゃんです。よっちゃんです、よろしくお願いします。はい、もう小さいね、はい、え、あ、そうですか、はい、感染が小さかった。はい、今日はね、サウンドオブサイレンス、はい、サイモンドガーファンクルですよ、ね、映画卒業ですよ、ね、思い出しますね、我々の年代にとってはもう本当涙ちょちょぎれる、ね、はい、名作です ね、 そうですね、名作にして名曲ですね、はい、はいはい、今日は鳥越神社の目の前のスタジオからお送りしておりますシネバカちゃんですが、今日も感染対策は予防対策はバッチリです、はい、ね、はい何もたもた、いつもの、はい、トレイルフレッシュですね、はい、この優れた、これはオゾンイオンのパワーで脱臭除菌という優れものの兵器がですね、兵器じゃないか、機器が入っておりますので、非常にこの中もですね安全というで、はい、消毒やですね検温もちゃんとやってますので、はい、皆さんももう瞬間ずんでいると思いますけども、あと一応ね10日ですかね、緊急事態宣言なんとかどうでしょうかね、今回は ね、 ね、またなんかもうオリンピックはもうやる前提でなんかいろんなね、まあ、飲食店がね休業要請されて、はい、はい、お酒類の提供も禁止されてますので、はい、禁酒法時代かっていうね、そうですね、あ、でもねもう結構ねもう、ま、やってるかっていうことで、私も知ってるお店も、まあ、もう随分もお酒提供ガンガンやってまして、もうものすごい混雑してますね、まあ、新たな蜜を作り出してますけど、まあ、禁酒法なんていうのはね結局悪法っていうのはね歴史が物語ってますから ね、そんなことやめれば今時にしてどうするんだって話ですね、はい、はい、それでは、はい、気持ちを切り替えて現在公開中のシネバカ注目作品をご紹介したいと思います、はい、まずは幸せの答え合わせです。予告動画をご覧ください、どうぞ。
We're happy, aren't we, Edward? Yes, we're fine. 家族3人の時間はいつでも穏やかで優しくて時々おせっかい。そんな日々がいつまでも続くと思っていた。I'm going to leave.You can't just walk away after 29 years. I have tried for 29 years. No. You don't know that. Have you tried? Mum, he's in love! Now you're living a different life. That's enough. There were three unhappy people, and now there's only one.ゴールデングローブ賞に輝く名優たちが紡ぐ家族それぞれのリスタート。彼らがたどり着いた思いもよらない希望とは、幸せの答え合わせ。はい、幸せの答え合わせでした、はい、アネット・ベニング、ね、はい、の熟年離婚をテーマにして。そうです ね、はい、普通あの割と女性からね、熟年離婚の場合女性から多いですよ、ね、切り出すっていうのが逆なんですよね。逆ですね、はい、お父さんは恋をしてたんですね。そうですね、むしろこれが、はい、なんかこれ脚本で見せる。そうですね、あのウィリアム・ニコルソンっていうですね、あの先週も紹介しましたけども、あのグラディエーターとか、はい、あとレ・ミゼラブルとか、その辺の脚本家が、まあ、自ら脚本と監督も今回務めたんでね、作品なんです。もう本当そこにまずつきますね、脚本と、それから今アネット・ベニングがありましたけども、これご主人役のビル・ナイト、あと一人息子役のジョシュ・オコナーですね、この3人のですね、もうほとんどこの3人なんですよ、登場人物はですね、ほとんどこの3人なんですけど、この3人のもやり取りがもう素晴らしいですね。これね、私も見ましたけども、今年のベスト映画の一つに入るくらいすごく良かったです。はい、これは本当にまあ、多分ですね、身につまされる方も多いんじゃないかと思いますけども、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、若い方もぜひ見ていただきたいと思いますね、はい、おすすめです、ね、夫婦家族をね、はい、見つめ直すのがいい、素晴らしい本映画です、はいはい、こちらは、はい、こちらの方はですね、現在東京ですと機能シネマ立川高島屋だけなんですよね、まだ、はい、うん、これから順次ですね、地方は予定が決まってます。まだ都内は、うん、予定がちょっと候補になってませんけども、おそらく口コミで広がって、多分多くの劇場で見れるようになるんじゃないかというふうに踏んでますけども、はいはい、ぜひともご覧になってください、はい、続きましては猿楽町で会いましょうです。予告動画をご覧ください、どうぞ。2019年あの年はオリンピックが来るとか言ってみんな浮かれてて、そんな夏の暑い日に僕と田中由香は出会った。いろいろできるってこと言いたいのか、それともこんなが自分の得意分野があるのか、何取りたいか全然分かんないんだけど。いいですよね、ロメロ。あ、今日よかったらあれ取ったやつうちで見る。あ、データも渡せると思うし。何もしないって言ったじゃん。私なんて取っても意味ないよ。意味あるよ。俺だったら本当のゆかちゃんを取れるんじゃないかって。私はあんたみたいに適当にやってないのに、そんなから足引っ張んないで。今じゃなきゃダメなの、意味ないの。お前さ、お前さ、頼むから本当のこと言えよ。田中さんはどんな人ですか。猿楽町で会いましょう。町で会いましょうでした。これはあれですかね、売れないカメラマンと読者モデルの、まあ、そうですね、ラブストーリー、まあそういうことですね、はい。見どころは
見どころはですね、まあこれあの先週もちょっと言いましたけども、これはあの未完成映画予告編大賞で、去年2019年グランプリを取った作品なんですね。予告編だけで、なんか10分間の予告編だけでこう賞をですね競うものなんですけども、それを本編をあのグランプリにはですね3000万かななんか賞金が出てそれで作れるんですよ。でそれで作った映画なんですけど、私あのまああのそこそこは期待してたんですけども、期待をはるかに上回るですね非常にいい映画でした。まあ、見どころはですね、まあ、脚本がもうものすごくよくできてますし、あとはですねこの主演の2人ですね、もう特にあのこの女性 の, あ の, もその毒物役のですね、石川瑠香さんっていうですね、この女優さんが素晴らしい演技をしますね。毒物って読者モデルのこと？あ、そうです、毒物ってあ知らないですかって言うんですよ、はい。でこのね、ごめんなさい、金子大地くんってですね、この男の俳優も今すごい売れっ子で、これから続々といろんな映画でも主演しますけども、うん、彼も非常に有望なですね、あのいい演技、はい、すごくいい顔してますよね、うん、はい、これはですね本当におすすめです。掘り出し物の映画でしたから、まあ、さすがグランプリ、まあ、でもね10分間の予告でグランプリで本編でそのクオリティをね維持すると大したもんですよね。まあもともともちろん脚本の構想あってのあの予告編だったんでしょうけども、あの本当素晴らしい映画ですので、これもぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、こちらの方はですね、渋谷ホワイトシネクイーンとシネリーブル池袋、それからその他都内全国のイオンシネマでもですね上映されてますので、ぜひともご覧になってください。はい、続きましては戦火のランナーです。予告動画をご覧ください、どうぞ。So you basically outran your captors. When I left Sudan, I said I will never, never run again. South Sudan as a region has been at war for over 50 years. My parents, they had to make a choice. Do we want to let the child die in front of us, or do we want to send it somewhere? When did you last see your family? Was there ever a time where running was a way to escape from the past? Can you tell us when you arrived in America? The civil war in Sudan has killed more than 2 million people. The people of Sudan will vote on whether the nation should split in two. This is the birth of a new nation. I have to do something. I'm running, but something in my mind said, Olympic 2012. For Gore, he was running his first marathon. His goal was to qualify for the Olympics. She's going to give me opportunity. It's a ticket. There was this guy who suddenly was turning in good times in marathons and didn't actually have a country that he was running for. 2 years after independence, a civil war started. And instead of eliminating one another, we should be using one another to build a country in a peaceful way. He will be a unifying figure for South Sudan, and his success will be our success. I have come too far. I'm not backing down. I'm not backing down and I'm pushing it until the last minute. If I cross that finishing line, it's not going to be me, the people of South Sudan. We need a person like Gur Maria. I got this chance. God brought me all the way here. That's what made me every single day put the shoes on and run. はい、戦火のランナーでした。難民として戦火を逃れるためにね、あの走っていた彼が、オリンピックのランナーになって走るまでのドキュメンタリー。そうですね。はい。で、あのまあ実在のグオル・マリアルという選手のね、あの不屈の人生を追ったドキュメンタリーなんですけれども、はい、なんとヨッチャが泣いたという。いやー、もう泣きましたね。これはあのドキュメンタリー、前編ドキュメンタリー、まああのこういう回想のシーンはね、こういうあのアニメで入ったりもしますけども。いやでもこんなに過酷な人生で、このドラマティックな人生があるんだなっていう、本当ね、あのフィクションよりも、まあ、本当に素晴らしい感動のドキュメンタリーでしたね。よっちゃんの目にも涙でした、ね、はい、いやいや私も泣きますよ感動したら。あ、そうなんですか。はい、しますよ、はい、
これはですね、まあそうですね、もう見ていただくのが一番なんですけど、これ本当にいろんな方にですね、ぜひ多くの方に見ていただきたいですね。私も全然このねランナーのことも知らなかったんですけども、こんな人生、こんな人がいたんだっていうですね、まあ、メダリストじゃないみたいなんで、ね、なかなかね世界では、ね、あんまりね脚光を浴び、そういう部分で脚光を浴びなすけど、でもでも実際にあのロンドンオリンピックと、その次の、その次何でしたっけ、リオか、リオのオリンピック、この2つには大会出場してるんですね、マラソンで。はい、でいろいろですね、祖国、まあ、南スーダンという形で独立したんですけど、その後もまた内戦状態になってですね、そういう非常に不安定な情勢の中での国を背負ってということで、まあ、その辺の苦悩とかですね、そのいろいろ団体とのこう圧力とかですね、まあ、すごくその辺も描かれてます。ですからランナーになった後もですね、描かれてますので、非常に一人のまだ本当30数何歳ぐらいですけども、過酷なすごい人生をですね、あと内戦や紛争のある国で、ね、本当にいつ殺されるかっていう ね、はい、翻弄されるというそういうところでね、あれですから、ね、はい、こちらは、はい、こちらの方は、現在渋谷のシアターイメージフォーラムでですね、公開中で、その他のエリアでも順次公開予定です。これもぜひご覧になってください。はい、続いて紹介します5月の花山学校なんですが、これは5月の28日公開になってまして、先々週に紹介したんですが、都に電話するということで、保留にされて時間を無駄にされてですね、ちょっとかなりあっさりと、はい、紹介できなかったので、はい、よっちゃんがどうしても紹介したいということ で、はいでね、ちょっと、はい、今週も取り上げてみました。ね、まあ、紹介じゃちょっと申し訳ないかなってですね、はい、それでは5月の花山学校です、はい、予告動画をご覧ください、どうぞ。Mesdemoiselles, mesdemoiselles, un peu de silence s'il vous plaît. Allons avoir la délicate mission de vous inculquer les sept piliers qui feront de vous la perle des ménagères.1967年フランスアルザス地方の花嫁学校。Et de tout votre cœur. Regardez-moi maintenant. Pour relever la sauce. Pilier numéro 1, la bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Arrête! Mon père! Tapez-lui dans le dos! 学校を襲った突然の出来事。C'est quoi ça? Monsieur de l'accusier?発覚した衝撃の事実。そんな中、元彼と運命の再会。Si nous ouvrions un nouveau compte, je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. La vie devant toi, pense à ton avenir. Être à la botte d'un mari toute sa vie avec juste droit de la boucler. Je veux vivre moi, je veux être libre. Beaucoup plus que tu ne crois. La liberté, ça coûte cher, très cher. Tu la prendras à tes dépens. Qu'est-ce que vous savez de la liberté, vous?Tu trouves ça vulgaire? Réveillez-vous, nom d'une pipe! La bonne épouse, c'est fini! Nous aussi, on va la faire, cette révolution! Oui! Relevez-vous, réveillez-vous, rejoignez-nous, marchons, marchons! C'est la révolution! France の名女優たちが奏でるカラフルでキュートな人生賛歌。パリから届いた自由の風に乗り、先生と生徒たちの革命が始まる。5月の花嫁学校。はい、5月の花嫁学校でした。これ設定が1967年、68年、68年、はい、これが大事ですね。そうですね。はい。だから、まあ、単なる、まあ、コメディとしてもですね、十分面白いんですけども、そこをちょっと理解してる、いただくとですね、より深くなるかなと思います。で、その時代をですね、いわゆる68年の5月革命って知ってますよね。ご存知ですよね。もしご存知ない方は、これをぜひ調べてから見に行った方が、より面白さが増すと思います。で、ちょうどその5月革命が起こる前夜の、前後のですね、ラジオの放送とかいろいろ入るんですよ。で、それで、まあ、簡単に言うと、花嫁学校っていうのはこう、フランスっていうのはね、一見進歩的な国に今思えますけども、当時68年当時はまだこういう花嫁学校というですね、要するにまあ良妻は良妻賢母と同じですよね、うん、とにかく家にいてちゃんと家事をやって夫をこう
ね、立ててっていうですね、それがもう美徳とされてたんで、そういうがそれを学ぶいわゆる日本でいうと家政科のようなね、そういう学校がたくさんあったんですけども、実はこの68年の5月革命を後にですね一切なくなったらしいんですよね。そういう歴史的背景もありまして、そこと照らし合わせて見ていただくとすごくちょっと面白いかな、深みのあるコメディになってますね。コメディなんですけども、そのね、裏時代背景がですねうまくこう反映されてますので、そういう意味ですとジュリエット・ビノシュもねますます綺麗になりましたね。あ、そうですね。ここはね、はい、イングリッシュ・ペーシェントとかね、はい、ショコラとか大好きだったんですけども、はい、まあね、あ、年齢いってもね、なかなかこう魅力的な ね、はいはいはい、こちらは、はい、こちらの方はですね、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、アップリンク吉祥寺、木の島シネマ立川高島屋他で、上映中です。ぜひご覧ください。はいはい、それでは今週の特集です。先週6月4日に注目の新作としてご紹介しましたグリーンランド地球最後の日、あ、地球最後の2日間ですね、公開直後に我々見てきました、はい、いやー面白かったですよね。そうですね、まあ、多少ね、まあ、いろいろと、おいおいっていうところもあるんですが、はい、でももう本当この映画としてのね、もう見るべきこう要素って言うんですかね、はい、大音響の中でポスターもありました ね、はい、そうでしたね、大きなスクリーンで、はい、もう身を委ねて、はい、その襲ってくるねスリルに身を委ねてっていうのがね、本当に面白かった、ね、これこそ映画館で見る醍醐味で、今日は ね、はい、いつも我々こちらブースでお話してますが、この正面にですねサブというのがありまして、この中で私たちの番組を担当してくれてるディレクターのボロちゃんという彼女が いるんですけど、はい、彼女も見たということなんで今回特集に付き合ってもらうことになりました、はい、ボロちゃん入ってきてください。はい、どうぞ。はい、はい、いらっしゃい。はい、ボロちゃんです。はい、ご挨拶を。お、案内ですよ。はい、皆さんこんにちは、ボロです。モンゴル出身です、ね、はい、モンゴルはウランバートル、ウランバートル出身、はい、フルネームは何つんだっけ。ボソルチョ、ボソルテヤ訳してボロちゃんです、ね、映画も好きでね、よく我々と楽屋でいろいろお話しするたりするんですが、はい、いつもはサブで我々の番組をいろいろと支えてくれてます、はい、陰ながらね、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日はこれを見たっていうんで、ぜひ、ね、この特集に付き合ってくれということで無理くりお願いします、はい、ちょっと緊張してるみたいです。緊張してます。まずはじゃあこの映画、グリーンランド地球最後の2日間の予告動画をご覧いただきましょう。どうぞ。彼は科学者ではなく軍人でもなく、どこにでもいる父親だった。 Some of Clark's larger fragments are now expected to enter our atmosphere.To impact Earth within 48 hours. Come on, let's go. We're gonna be together. All right, get him. I'm gonna get my family into that bunker. I know you will, Sean. What is it? What's going on? Seek shelter immediately.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  その時あなたは何ができる？グリーンランド地球最後の2日間。はい、グリーンランド地球最後の2日間でした、ね、地球をね通過していく予定だった彗星がね、軌道のちょっとずれで、チリジリになって隕石として地球に降ってくることが分かったということで、もうそれが一番でかいのが来るのがね2日後だということで、さあどうするかっていうことですよね。で、まあ、ある一つの家族、を通じてその、ドラマが動いていくわけなんですけれども、まあこれがねちょっと家族がちりぢりになったりとかね、まあ、いろんなこう、ね、次から次といろんなこう、はい、アクシデントが来てですね、まあ、人間の本性というか ね、いろいろこう、はい、ワクワクしました、うん、どう怖かった。いや、ワクワクしました。ワクワクしました。どこがワクワク。娘とお母さんが再会するところ。息子ね、
あ、息子、息子、まあ、息子ね、はいはいはい、あまり言うとね、あれになっちゃうんで、はい、すいません。そのぐらいなら大丈夫です。あ、はい、残された48時間に家族をどう守るのかと、はい、これ私なんか守れるかどうか自信ないですね。ね、本当こう、まあ、もうジェラルド・バトラーがですね、そこジェラルド・バトラーなんか何でしょう、大好きなんでしょう、ね、ジェラルド・バトラー大好き、ね、僕らあのエンド・オブ・シリーズなんかも好きですし、そうです、ね、あ、でも俺一番好きなのはね、完全なる報復ってやつで、 ありましたね、あれもねすごいなと思って、はいはい、あとまあオペラ座の怪人でしょ、そうです、好きなのね、あと300もありますし、でカレンが出た映画って結構あそういうヒーロー像が今までの彼の役割周りだったんですけど、ね、今回は普通のお父さん、そうですね、普通のお父さんですね、建築家で、はい、普通のお父さんで、はい、たまたま政府から、まあ、選ばれたと、そうですね、家族全体選ばれるんですが、はい、これが簡単に避難できないというね、そうです、はい、はい、ではあの地球が、ね、に隕石がこう当たる衝突する確率ってどのぐらいなのかっていうのをね、専門家にお尋ねした特別映像がありますんで、そちらを見ていただきましょう。どうぞ。突如現れた隕石による世界崩壊までの48時間を描いた映画「グリーンランド地球最後の2日間」。この映画は未曾有の大災害から生き延びようとする家族のリアルを描いている。このような未来は本当にやってくるのだろうか。天体の地球衝突に詳しい日本スペースガード協会に潜入取材、三和田誠さんに宇宙からの脅威について伺った。日本スペースガード協会は地球に衝突するかもしれない天体を発見予想される災害から人々を守ろうと普及啓発活動を目的に設立されています。世界各国2年に1回持ち回りで会議をやってまして、プラネタリーディフェンスカンファレンスっていうんですけれども、地球に衝突するかもしれないそういう天体の被害を未然に防げるかどうかっていうことで知識を出し合って2年に1回集まってやっている、そういうのがあのメインの活動です。映画で最初に落下するスタジアム級の隕石、実際に落ちてきたら地球はどうなるのだろう。100メートルクラスかそれ以上かもしれないです。周辺の数百キロメートルにわたって大きな被害があるという可能性があります。実際に地球に落ちてきた事例を伺った。1908年にロシアシベリアに置くツングースカっていうところに落ちたものがとても有名でして、まあ人間の被害はなかったんですけれども、東京都の面積ぐらいの森林がなぎ倒されて中心部が燃えて非常に大きな爆発があったのが有名なんですね。恐竜を絶滅させたといわれる隕石は直径10キロメートル。その時地球はどうなっていたのだろうか。直径10キロのものが当たりますと、そこから巻き上げられた細かい岩石とか、まあ、水とか、まあ、ススとかそういうものが空に舞って地球全体を覆い尽くすと夜みたいに暗くなる。でその状況が 2,3 年続いたというふうに考えられています。隕石の接近が分かった時、我々人類はどうしたらいいのだろうか。これはいつ分かるかによると思うんですね。例えば1年前に分かれば1年以内にできることはある程度ありますし、例えば当たる場所が分かればそこから人間が避難するってことは十分時間があるのでできると思います。ただ災害もその直撃した場所はもちろんですが、そこから例えば当たった時の衝撃で大きな地震が起きる、それからそれが海だった場合には大きな津波が起きるということで、かなり周辺にも被害が及ぶので、これは避難しなければいけない地域がかなり増えると思うんですね。ただもうその一撃をしのげば、あとはその真っ暗な時間なんとか人類が生き延びられるかどうかというところがポイントだと思うんですね。現在実際に危険な隕石は存在しているのだろうか。今分かっている範囲では今後200年間に地球に当たる直径100メートル以上の天体は今のところありません。ただこれがそのまま続くかというと、その間にちょっと軌道が変わったりする天体もありますし、また新しい天体が発見されるということもありますので、ずっと監視を続けていなければいけないという状況にはあります。人類の力で隕石の進路を変えることは可能なのだろうか。これはいろいろ PDC っていう会議でも議論をされているんですが、まだ地球に近づかないうちは速度が小さいので、早くそこに行って例えばその爆発を起こして少し軌道を変えてやると、まあ、ちょっと乱暴の人はその核爆発を起こせばいいんじゃないかなっていうことも言ってますけれども、まあ、ちょっとそれもまた危険性が伴ったりするし、まあ、賛否両論あると思います。隕石が来る日に備えて
早く発見して軌道を計算すればいつどこに当たるっていうのも分かります。被害があるかないか、あるとしたらどの程度かっていうことを正確に分かるということが人類を救うことになると思うんですね。我々が知っておくべきことは何だろうか。今の技術ではある程度大きな小惑星はかなり特定できますので、あまり恐れる必要はないのかもしれない。ただ心配なのは、例えば最近 SNS によってデマが広がったりして国民がパニックになるということがありますので、正確な情報を正しく受けて余計に恐れすぎないということも必要かと思います。映画では隕石による世界崩壊まで残り48時間が描かれる。その時自分は何ができるのだろうか。自分のため、家族のために。スーパーヒーローではなくごく普通の家族の視点で描かれたこの映画、48時間後に来る危機を乗り越えるのはあなただ。グリーンランド、地球最後の2日間。はい、見ていただきましたけれども、200年は大丈夫みたいですね。まあでもね、何があるかわからないってずっと監視は続けなきゃいけないと思うんですけど ね、安心はできます、ね。本当に恐竜を絶滅させた大きな衝突もありましたし、まあ、これが先ないとは言い切れませんから ね。で、家族の物語というお話しました、ジェラル・バトラーのお父さんと息子がね、こう糖尿病を持ってて、まあ、それがね、こういろいろこうね、いろんなこう、そうですね、ドラマを引き起こすんですけれども、はい、それとお母さんで、お母さんとそのお母さんのお父さんも出てきます。これがね、なかなか家族のね、本当に絆というか、なかなかいい、ちょっとほろっとさせる部分ですね。ハラハラドキドキの後のこううるうるがね、この映画の魅力だと思うんですけど、ポルちゃんはどこが面白かったですか、この映画は。え、言っちゃっていいですか。ネタバレはダメよ。結末言っちゃダメよ。そうですね、この映画、2012年って映画あるじゃないですか。はいはいはい。で、この映画見る前に2012年みたいな感じだろうなと思ってたら全然違くて、思ったより全然別の話が、話っていうか、で、人間、そうですね、人間のその中身を見せてくれたことが良かったかな。はい、今ね、2012が出ましたけども、このデザスター映画のですね、系譜、これをまとめた2分でわかるデザスター映画の系譜というのがあり、特典映像がありますので、こちらもご覧ください。どうぞ。世界28カ国でナンバーワンを記録した大ヒット超大作がやってくる。リアルディザスターアクション、グリーンランド地球最後の2日間。これまでたくさん作られてきたディザスタームービーは時代に合わせて変化してきた。その時々で今人類は何に恐怖し不安を持っているのかっていうものを時代性にアジャストさせていく。それではどんな作品があったのか振り返ってみよう。まずは人類滅亡が騒がれた世紀末に制作されたディープインパクト。巨大彗星の衝突による人類絶滅危機を描いている。続いて21世紀に入って気候変動など環境問題が深刻化、制作されたのが2012。そしてこの時代に作られたのがグリーンランド地球最後の2日間。突如現れた彗星による世界崩壊までの48時間を一つの家族を通して描くストーリーだが、今の時代をリアルに描写している。自然災害、天変地異よりも怖いのは人間だっていうことですね。パニック状態に陥ると人々は何をするか、物を買い占めに走るとか、あるいはそのあいつはなぜ助かるんだ、俺たちはなぜ助からないんだ、疑心暗鬼が起こる。思わず共感してしまうリアルなサバイバルドラマ。そんな世界で家族を守るため奮闘する父親を演じたのはジェラルド・バトラー。これまで大統領を守るシークレットサービスなど強い男を演じてきたが、一般人というところに徹してるんですよね。家族をどう守っていくかっていうところが最大のポイントになってくると思います。そしてコロナ禍の中待ち望んだ迫力あるスペクタクル映像。大きいスクリーン映えする映画だと思いますので、感染対策はもう十分にしていただきつつ、ぜひ劇場でご覧いただけたら嬉しいなと思います。世界崩壊まで残り48時間、果たしてどうなるのか。グリーンランド地球最後の2日間。はい、ディープインパクトとかね、2012にも紹介されましたけど、まあ、アルマゲドンとかね、はい、デイアフタートモローとか、
ザ・コアとかですね、はい、いろんなデザスタームービーが人の 日本沈没とかもね、日本のありましたね、まあそうですね、まあ、入れていいけど、ね、まあ、そうそう、一応ねデザスタームービーっていう、はい、まあ、災害パニック映画というジャンルがちゃんとあって、ね、はい、まあ、これの本当に今一番の、まあ、最新作ということが言えると思うんですけど、やっぱ見てて思うのはやっぱ人間一番怖いのは人間ってことですよね。そういうことですね。いい人もいれば悪い人もいるという、それにね、うん、翻弄されながらどう生き延びていくかっていうのがね、この映画でもねちゃんと、まあ、描かれてますよね。まあでももうハラハラドキドキですよ本当ずっとね。さあ最後はどうなるんでしょうか、ジェラルド・バトラーのお父さんは家族を守れるんでしょうかね。それが、楽しみに、ご覧ぜひ、しかもこれ劇場でご覧ください。なるべく大きなスクリーンと、はい、すごいいい音のところでぜひ見ていただきたいと思います。はいはい、じゃあこれ公開の情報をじゃあお願いいたします。はいはい、こちらの方はですね、東宝シネマズ、イオンシネマ、ユナイテッドシネマ、東急シネマズ、ムービックス、ほか、シネコンですね、全国のシネコンで絶賛上映中ですね。お近くの劇場でぜひとも、あの本当に大きなスクリーンでですね体感していただきたいと思います。はい、じゃあ、はい、ぜひ皆さんもご覧ください。はい、グリーンランド地球最後の2日間でした。ボルちゃんありがとうございます。はいはい、ありがとうございました。一応ボルちゃんの T シャツもねちゃんと映画 X-Men のつながりで今日は来てきた。どうもありがとうございました。はい、仕事します。はい、職場に戻ってください。はい、ありがとうございます。はい、それでは明日以降の公開室の新作をご紹介したいと思います。まずはグローブヒッチキラーです。予告動画をご覧ください。どうぞ。 Knot tying exemplifies the skills and the strength of a troop or family.She's here again. She's not Christian. She's sick. Why are you always reading the newspaper outside of our church? I like bad news. Okay. My boy's got himself a girlfriend. We really just study. That's all. You know about that Clovis stuff, right? No fingerprints, no blood, no semen, just the rope. His signature. It's meticulous and planned.How come Dad doesn't have to help with couponing? Because your father has his own hobbies. You can't control what pops into your head, right? I mean, what if a thought pops into your head right now? A bad thought. Something like grabbing one of these tools in here and wham! It's just monkey stuff, right? I don't think he stopped killing. I'm gonna catch him using his weakness. And what's that? He's insane. You got me. Why don't we talk about something else? Look, I know that you love being obsessed with Clovis because it makes you all dark and interesting, but this is my family.Tell anyone? Did you tell anyone? Where are we going? Almost there, bud. はい、クローブヒッチキラーです。はい、クローブヒッチっていうのはあのいわゆるロープのね巻き結びというのあの、ね、独特の結び方で、はい、これが、まあ、犯行の特徴だった殺人事件があって、そうですね、これが、まあ、未解決事件なんですけれども、自分の、ね、信頼するお父さんがそれに関係してんじゃないかということを、そうですね、そういう疑いを息子が、はい、持ってしまうんですよね。でその真相を、まあ、究明していくという、はい、サスペンススリラーです。はい、あのちょっとこれ僕横から見ただけではあの限りではあの
2007年のですね、デビッド・フィンチャーのゾディアック事件を扱ったゾディアックっていうサスペンススリラーがあったんですけど、なんかあれにもなんか感じ的に似てるのかなって、あれもなんか特徴のある脅迫文字がね、共通のヒントになってたんですけども、これはなんか結び目ということでね、ロープの結び目が特徴だということで、なんかすごくこう雰囲気がね、ミステリアスな感じで、実際どうなんでしょうかね、真相はどうなのかって。主人公があのね、荒野にてとか、ゲティ家の身代金で注目を集めたあの若手俳優の、チャーリー・ブラマーが熱演してます、なかなかね、こう特徴のあるね、すごいいい表情しますよね、これはまあ私見たいなと思ってますので、私はもちろん見ます、劇場はどちらでしょうか。劇場の方はですね、明日6月の11日から新宿武蔵野館の方で都内はですね、されます、その他のエリアも順次公開されますので、ぜひともご覧になってください。はい、続きましては、ミスターノーバディです。予告動画ご覧ください、どうぞ。 So they took maybe 20 bucks in an old watch? Did you even take a swing? No. Could have taken her, Dad. Heard you had some excitement last night. I wish they'd have picked my place, you know?Why didn't you take him out? I was just trying to keep the damage to a minimum. Yeah, how's that working out for you? Hey! Hey! There's a long dormant piece of me that so very badly wants out. What are you still doing here, old man? I'm gonna fuck you up. It's been a hell of a day. You can see that. Nobody! They came after my family. Everybody get to the basement. What is happening? Don't call 911. They stole my kitty cat bracelet. Give me the goddamn kitty cat bracelet! Who the fuck are you? I'm nobody. はい、ミスターノーバディです。はい、もうこれはね、私もう明日もすぐさま好みですよ、大好物です、ね、これあれですよね、例の、キアヌ・リーブスのジョン・ウィックのシリーズ、制作チームがね、そうそう、脚本とプロデューサーですね、もうガンアクションがまさに本当にジョン・ウィックを彷彿させますよ ね、 ね、あの自分家に強盗が入られて、まあなけなしのお金を渡して、何もできなかったお父さん、家族からもなんかもうね、冷ややかにもうなんか見放されて、突然このあれですよ、なんか電車の中のね、こうシーンでいきなりバスか、いきなりこう切れるっていう、そこからもう止まらなくなるっていうね、もうどんなアクションがね、ビシャッと見ものですね、これね。こちらは、はい、こちらの方は、東方シネマズ、イオンシネマ、ユナイテッドシネマ、東急シネマズ、ムービックスから新宿バルトナイン、ヒューマントラスト渋谷、渋谷、他の、全国のシネコンでもですね、真面目にやってください、はい、真面目にやってます、はい、はい、ちょっと、はい、はい、絶賛、6月11日明日から上映されますので、はい、ぜひともこれはぜひ見に行きましょう、はい、見て来週またたっぷり語らせていただきたいと思います、はいはい、続きましては名もない日、予告動画をご覧ください、どうぞ。なあ、命日はいつになるんだ。たっくんはね、小野家に恥じないたった一人の立派な男なのよ。なんと東大卒。あよ、あんなとこから出さな、かわいそうだわ。こんな気持ちあんたには分かるんだ。何が分かるんだって。あっくん見つかった時テーブルの上に置いてあったと、あんたのこと全部話しとるの。勝手なことばっかりしとるなんて。私苦しいけど頑張って生きております。結局みんなチプルチプルチプル。お前どうしたんだ、何とか言えよ。俺はお前の兄貴だ、誰にも変えられん。
名もない日。はい、名もない日です。これはあれですね、浅野くんが出てますよね。え、浅野くんじゃないや、誰だっけ、はい、長瀬です。長瀬松寿司です。失礼しました。はい、まあちょっとね、これなんか、はい、重くて暗い感じですけど。そうですね、これあの、これあの長瀬正敏さんがですね、はい、長男で、次男が小田切譲、三男が金子信明というですね、この3人が兄弟役で出てまして、はい、である事件、全然似てませんけどね。そうですね、きっかけにちょっといろいろ過去を振り返るみたいなですね、そのまあヒューマンファンタジーってありましたけども、なかなかちょっと影のある、ね、作品になってますけど、これあの監督はですね、あの日比雄一さんというあの元々、カメラマンの方ですね、はいはいはい、カメラマンから監督もやられてる方で、エリカ38というあの何でしたっけ、あれですね、実際にあったあの殺人事件 の結構60過ぎたおばあさんが38歳に偽ってって、そういう事件あったじゃないですか、いろんな男を騙してあれのですね、あのそれを元にした映画のエリカ38、それがあのあとあの高倉健さんのドキュメンタル、健さんっていうですね、その辺の映画監督をされた方なんですね。非常にちょっとあのまあね、ちょっと畑も違う出身の方ですから、まあ、なかなかこういい味を出してくれてるんじゃないかなと。まあ、家族の物語ですね、おそらくそうだと思いますけどね。はい、こちらは、はい、こちらの方はですね、シネマート新宿、池袋シネマロサ、アップリンク吉祥寺、その他、全国のイオンシネマ等で、明日ですね、6月11日から公開予定です。はい、ご覧ください。はいはい、6月10日のシネバカちゃん、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、オープニング曲はあの1967年制作の卒業ですねからテーマ曲、サイモン・ド・ガーファンクルのサウンド・オブ・サイレンスをお送りいたしました。サイモン・ド・ガーファンクルをね、私はあのばっかり聴いてた時期がありまして。お、うん、そうですか。もう明日にかける足、キンドルは飛んでいく、はい、ね、冬の散歩道とかいろいろ好きな曲がいっぱいありまして、でこの卒業もサイモン・ド・ガーファンクルの曲がね、はい、いろいろ、まあ、サウンドトラックの中で収められてまして、ね、はい、まあ、スカボロフェアですとか、はい、ミセス・ロビンソンですとか、はい、あと私の好きなの4月になれば彼女のね、エイプリル・カム・シー・ウェイですね、はい、もうサントラ版が全部ね、サイモン・ド・ガーファンクルのね、曲になってますよね、はい、まあ、あれだけ本当に世界的なヒットをした男性デュオも珍しいんじゃないかなと思いますけども。そうですね、はい、で、彼らのが音楽が、映画に使われたのは後世、あの最近ですとね、2018年あの4月に日本公開された、テーマ曲ですね、さよなら僕のマンハッタンという曲のテーマ曲に使われました、はい、The Only Living Boy in the New York ですね、ニューヨークの少年、はい、これが大好きな僕出たんですよ、これ、はい、あの本当大好きな歌で、もしかしたらサイモン・ド・ガーファンクルで一番好きかもしれません。僕もこの曲が好きで、はい、作品も見たんですけど、はい、ピアス・ブロスナンがね、はい、出てまして、まあ、なかなかちょっとこうトリッキーな、ちょっと都会ファンタジー的な、ね、はい、まあ、男女のお話なんですけれども、まあやっぱでも音楽の力の方が強かったなって気はしました。まあ、私はね、はい、あの多分ニューヨーク行ったことある方はすごいニューヨーク、あ、ニューヨークだなっていう、最もニューヨークらしいですね、映画だってそういう感じが出ました。非常に私は楽しみましたけどね。はい、じゃあそのニューヨークの少年を聞きながら、はい、今週はお返ししたいと思います、はい、また来週生配信でご覧ください。よろしくお願いします、はい、さよなら。